ブラッドバードはアメリカ合衆国のモンタナ州カリスペル生まれの映画監督、脚本家、アニメーション作家。アニメーション映画、アイアン・ジャイアントで映画の初監督を担当し、長編アニメーション部門でミスター・インクレディブル、レミーの美味しいレストランの2作品がアカデミー賞を獲得。11歳から13歳にかけて初めてのアニメーション作品を制作する。14歳の時、 その作品が、ウォルトディズニースタジオに注目され、同スタジオにて、アニメーション制作の指導を受ける。この時、ブラッドバードを指導したのがナイン・ウォールド・メンの一人で、あるミルト・カールであり、バードは彼を師匠と仰いでいる。その後、カリフォルニア芸術大学に入学、アニメーションを学ぶ。また、ここで、後に、ピクサーの監督となるジョン・ラセターと出会っている。卒業後、 ディズニーに就職するが短い期間しか在籍せず、1981年に公開された狐と猟犬の制作に関わった後退職する。その後、テレビドラマの監督や映画脚本などを手掛けている。また一時期、アンブリンエンターテインメントに所属しており、世にも不思議なアメージングストーリー、ニューヨーク東八番街の奇跡の制作にも関わっている。1989年、 ザ・シンプソンズの制作プロダクションであるクラスキー・シスポに就職しザ・シンプソンズの第一シーズンに制作監督として携わる数年間ザ・シンプソンズやその他のテレビアニメ制作においてエグゼクティブコンサルタントとして従事する初監督映画作品アイアン・ジャイアントを制作するためワーナー・ブラザースに移籍この作品は評論家から絶賛されたが 工業的には成功せず、その後、ミスター・インクレディブルの制作に移る。当初この作品は、ワーナー・ブラザース制作の 2D アニメーション作品として進められていたが、ワーナー・ブラザースのアニメーション部門凍結により、制作が頓挫する。そこへ、旧友、ジョン・ラ・セターから、誘いがあり、ピクサーに迎えられたブラッドバードは 3DCG アニメーション作品として、 ミスターインクレディブルの制作を再開2004年に公開される。この作品は第77カヤカデミー長編アニメ賞を受賞し、アニー賞では全10部門制覇を成し遂げた。2007年に公開されたピクサー作品レミーの美味しいレストランでは降板したヤンピンカバに代わって急遽監督を引き継いだ。すでに出来上がっていた。 キャラクターデザインや脚本を大幅に改訂して制作した本作は第80回アカデミー長編アニメ賞2007年度のアニー賞を受賞した。その後、1906年に発生したサンフランシスコ自身を題材にした実写長編作品1906の制作に取りかかるも予算面で制作が中断。トム・クルーズ制作主演のミッション・インポッシブル ゴーストプロトコルの監督オファーを受け、自身初の実写映画監督作品となった。2009年の第66回ベネツィア国際映画祭で、ジョン・ラセター、ピート・ドクター、アンドリュー・スタントン、リー・アンクリッチと共に、アニメ映画への多大な貢献を評価され栄養金、死死賞を受賞した。ありがとうございます。